はい、おはようございます。今日はね、このミニミニハードル、四ツ池の陸上競技場はこのミニミニハードルはただだよ。これを使ってね、今日は刻みの練習をやってみようと思います。マスターズ 100m ハードルの肝は刻めるか刻めないかなので、ハードリングの練習よりも刻みですと思います。 100m なんでインターバル短いので、あの短いインターバルをいかに刻めるかが勝負だと思うので、やってみようと思っています。です。そういえばね、このメガネ、これこのメガネ、IO なんだっけ、これ IC なんだっけ、なんとかこのね、ネジがない、ネジを使ってないメガネです。ここのところもネジじゃなくてはめ込みになってるところ、これをずっと陸上用に使ってたんだけど、レンズがこう欠けてきちゃってるか、コーティングが剥がれてどま合わなくなったので、この度やっと胴入れ替えて、カールツワイスのレンズを入れてですね、これツワイスです、ツワイスのレンズで、ここから遠近でハードルが見えるように、下半分老眼鏡になってます。それでハードルがよく見えるという、いつもハードルぼやっとした状態で飛んでたので、これでハードルちゃんと飛べるぞ、遠近老眼付きサングラスで今シーズンは行きますってことです。へへへ。はい、お疲れ様でございました。今日はこのミニミニハードルを使って刻みの練習をやりました。ちょうど今日体大に通ってハードルをやっている次男坊が県選手権で帰ってきてて、よいしょ、で刻みの練習何やってるよ最近って
聞いたら、どうやらこのマークを置いて刻む練習をやった方がどうやらいいらしいとうちの次男坊が言っていて、どこだっけ、順天堂大かどっかに行ってる友達の動画を見せてくれたら、やっぱりこういうミニハードルでマークつけて刻みの練習をやっていたので、やっぱりハードルは刻めないとダメだということで刻みの練習をやってみたんですが、すごいきつい、なんつうのかな、このハードルも低いんですけど、一応踏み切るっていう動作を入れて3歩で、インターバル、これいくつなんだろう、この28センチの靴で21足長で今日やったんですけど、最初なんか動かなくて詰まっちゃってしょうがなかったんですけど、スピード乗ってきて刻めるようになってくると、ちゃんと刻みながら踏み切ることができるようになるのと、やっぱ踏み切りのインパクトとインターバルの力強さというか、しっかりガガガガッと刻める力がついてくればハードリングに必ず役立つと思います。なのでマスターズの方は特に、あとどうだろうな、まあハードルやってる人みんなそうだと思いますけど、ショートインターバルにして刻む練習をするのはとてもいいと思います。 9.14 とか 8.5 とかの正規のインターバルの練習をダラ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 大股ハードルでやるよりは、細かく刻む練習をやるとそのリズムが頭に刻み込まれるので、それに近づけようと脳と体はするので、そうすると自然に 9.14 とか 8.5 とかのインターバルが楽に走れるようになるはずですと思っています。でラストが、150の最初の50を思いっきり突っ込んで、あとの100を走り切るというのをやりました。まあなかなかきついですけど、まあでもイメージとしては、設置時間でこうリカバリーを早く、あの最初にやったあの股関節ドリルで壁に伝ってパン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 ってこう空中で足を入れ替えるやつやったんですけど、あのイメージです。あのイメージでやりました。なるべく大きく腕は肩甲骨から下を動かすように動かしてですね、この辺から動けるようにという感じでやりましたという感じです。ちょっと最近エアコンで夏バテ気味で体調悪くて、先週末から全然動いてなかったんですけど、まあまあ今日動けたので良かったです。これで夏バテ解消な感じだと思います。では今日も元気に働きましょう。雨降ってきました。ではチアオ。